はい、今回は動物園に来てます。この動物園、中はすごく広いんだ。面白そうね。だら、面白そうだろ。面白そうだね。こいつ好きなのかな、動物園。嫌だわ、あのカエル。私のことじっと見てるわ。お前のことが好きだよって感じじゃない。コトコちゃんが動けばいいんじゃないの。近くのハエを狙ってるんだよ。意識過剰じゃないの。それはそうね。はい、はあ、まあこんなもんだろう。動物園だからね、運動会とか言おうと思った。今日はなかなか、いや、しかしなかなか匿名機能マックスならんな。はい、そういえば修学旅行先どこだっけ。どうしようかな。寒いところは多分嫌いだから沖縄にしよう。そうだ、沖縄だったな。うんうん、あ、京都の方が良かったな。京都の方が良かったな。今日は初日はクラスメイトと別れてって。ああ、もう足が疲れた。どこかサテンでも入って。サテン、まだそんなに歩いてないぞ、だらしないやつだな。俺の体はデリケートなの。それにサテンまで歩く。ああ、なるほどな。そうか、なんでお前とあれなんだ。今日の一日は大変だな。明日の自由行動はどうしようかな。ちょっといい？お、来たー。そっちから声かけてくれるんや。あ、ときめきのマックスなっとるかもしれん。電話の感じもいい。もしよかったら明日一緒に出かけない？うぃー、うん、喜んで。じゃ、また明日ここで待ってるからね。うわ、なんか出れてんなこいつ。やったぜ。あ、水月さん、もう待っててくれてるよ。やばいの最高だな。うん、惚れてんじゃんこいつ。待たしちゃったかな、ごめんね。いいえ、私が早かったのよ。じゃ、行きましょうか。うわ、ときめいてるな。そうだね。うん、いいね。豪華な施設。これを見たかったんだよ俺は。やっぱりお金持ちの人しか利用できないんでしょう。どうしたのいきなり。俺なんかヨットを見て感動しちゃってるけど。別に深い意味はないのよ。日本もお金持ちになったな。まあ、バブル全盛期の頃はな、すごいお金持ちだったからな。水上さん何歳なの、随分。めっちゃ怒ってるよ。いや別に。水月さん怒ると凄みが違うよな。ん、巨大ハブ。琴子ちゃんのために逃がさずに戦う。逃がすために戦うか。いいね。クマもこんな感じだったよな。うお、強え魔王。さすが魔王やな。 6784HP。 やばいな。うお、ヘビかよ。このでかくね。でかっ。木と同じぐらいできるじゃん。うお、めっちゃでかっ。バケモンや。バケモン。これどうなんかな。サンダーとかのがいいかな。サンファイヤー、アブロード、ほいやー。はい、どすこーい。弱っ。ちょっとやばいね。アストラファング。あ、これあれだな。あれか。クマの時と同じか。HP、死んだんじゃないか。あ、3だけど、あ、なんかあれだな。クマと同じだな。飲み込まれたよ。食われてしまったじゃねえよ。あ、てか助けてくれる感じ。マングース。は？斬鉄山。やばい。うわ、絶対くせえ。絶対臭いぞ。すごいな。あ、これちょっと北海道見てみたいわ。ありがとう、正義のマングース。うわ、汚いなこいつ。コトコちゃんは大丈夫かな。あ、コトコちゃん、危ないところだったわね。でもありがとう、助けてくれて嬉しかった。そんな。イエーイ、絶対諦めけど。マックス絶対乗ってるじゃん。その椅子じゃ暇みたいね。じゃねえよ。ああ、持て余してるよ。じゃあちょっと外に出ない？
見晴らしのいいところにでも行きましょう。行こうぜ。うん、いいよ。ういこの空気の匂い、沖縄ならではよね。昼間の青い海、最高だったわ。うわー、これあれじゃん、北海道京都で絶対会話違うじゃん。そうだね、近所町、石畳マリーナも日本バラにしてたけどね。固有の文化が本州離れしているだけよ。ここは日本の、確かにね。それにしても最高なのはこの海ね。帰りたくないわ。明日になるのが惜しい ね。 ねえ、もうしばらく付き合ってくれるわよね。寒いから、暑いから帰る。うん、今日のことこちゃん優しいな。あ、確かに優しいな。あ、いいな。ふう、帰ってきたな。久々の響きの詩だ。あ、こんな女の子いたらな。でもツンデレすぎるのちょっと嫌だけどな、とか言いながら、はい、速攻デート。お、水色変わった、きらめきマックス。おっと、ことこちゃんがもう来てきちゃってるよ。これでも、ま、ごめん、もっと早く来ればよかったよ。思えば私が早かったのね。ことこちゃん機嫌がいいみたいだ。行きましょうか。うぃー、行こうぜ。やったぜ、やっときらめき度、ときめき度マックスだな。今回は BGM の通りカラオケに来てます。全然ロードしてくれねえ。もしもーし。なんかね、ディスク3結構傷ついてんだよな。もうめっちゃ焦ってる。開くか。はい、ということで、ここはいつものカラオケボックスはいつも混んでるんだよ。やべ、めっちゃ喋ってくんね。人気があるのね。曲数も豊富そうだし、まあ入ってみましょう。そうだね。今歌った曲は三味線を使った合奏曲なの。へえ。日本的なのはいいわね。全然わからんけど、今ディスク吹いたらさ、すげえディスク傷ついてた。大丈夫かな。日本的なのに現代音楽なんだね。聞いてみると眠たくなるけどね。うん、どうしようかな。そこがいいのよね。うえ。ただの三味線だと人気が出ないから。狙い、うえ、バッチリの印象は、狙いは、ま、間違いなくバッチリだよ。大げさに言いたくないけど、すごく、いや、言ってもいいんだよ、そんな髪の毛キュルキュルしちゃってさ。ま、じゃあ一緒に帰ります。あ、飯は食わんのや。光の時だけか飯があるのは。さて、今回は文化祭やってくぜ。さあ手伝いに行こうというところで、今回も適当にやるか。だがしかし寂しい。マジか、寂しい。文化祭多いな。でですね、女の子がちょっとやばいらしいんで、ちょっと光に電話して、どうかな、光かな。あれ、あ、光じゃないな。ちょっと一回デートしよっか。お、いいね。誰だろう。あ、とりあえず光とデート早っ。次の光。行くか、光。でも光のね、ときめき度をね、上げすぎるとやばいからな。まあまあだったね。そんな気もするね。今日は楽しかった。じゃあまたね。じゃねー。ときめき度がマックスになったりしたらな、あれが変わるからな。まあ一応セーブはしてるんだけどな。とりあえず寝まくるか。でね、12月あたりにね、ちょっとイベントがあるんだよな。それをどうにかしたいんだけどな。はい、たー、今回は早かったのね。待たせちゃったかしら。あれ、そう、ときめき度下がった。おかしいな、デート行ってなかったっけか。あら、そう。とりあえず中入ろうぜ。あー、これはどうなんかな。つまらなかったにしてみようかな今回。あら、そう。
私とは反対のことを言うのね。まあ。何？そう、最高だったのか。ああ、マジか。くっそ、ときめき度がちょっと下がってるのに。くっそ、ちょっとデートしよう。ときめき度マックスになってないな。帰ろう、ことこちゃん。あら。あら、いいわね。おい。そういえば今日はことこちゃんの誕生日だな。誕生日どうしようかな。あげる。さあ、どれにしようかな。完全にこれ、巾着。あら。あら。これって。うえ。これでときめきマックスになったんじゃないか。さすがに。どうなんだ。でも全然わからんぞ。さて、デートに行くぜ。修道院大広場の前で。おお、やっぱりね、変わってるんだよな。違うな、違うんだよな。その服装と声じゃないんで。うわー、また不良か。一瞬できるつけてやろう。ちょっと寒い気もするけど。今回はスケート場に来てます。あー、ニコの靴立つのがや。君が下手くそだってことだよ。最悪だな。靴が似合わないんじゃないかな。手を貸してみて。リードしてあげるから。かっこいいな。いいね、これはときめきするぜ。大げさに言いたくない。うえ、あれなんかないと、むなずきさんってあれなんかな、すごい好感度下がりやすいんかな。いや、今年もクリスマス一人なんだろ。あ、一人じゃねえし、今回むなずきさんがいるからな。と思っても、これはクリスマスパーティーは確実に一緒に行かないといけない。しかも容姿が100以上ないという2年目はダメだというね。まあ容姿も105、115だから楽勝だな。ということで、美容容姿上げとくか、一応な、念のためにな。よし、122。さてクリスマス行くぜ。絶対ムカズキさんが来るだろう、これ間違いなく。でっかい家だよな。メイ様の音結構です。先輩です。どうや。これがイシュインソンのお兄さんだ。やっぱり似てるな。あれなんだよな、イシュインさんのお兄さんが前回のときメモ1の兄貴が出てくるんだよね。あれ、たくみかな。おーい、たくみ。あれ、光。いや、メリークリスマス。お前まさか光と。俺たち急ぐから。じゃあね。あ、うん、さよなら。侮れんな、たくみ。あ、俺もそろそろプレゼント交換だよな。あれ、来ないの。これは誰のプレゼントだろう。まあいいか、ありがたくいただいておこう。誰のかわかんねえのかい。一般ピーポーかな。もうパーティーは終わりまでだな。さて帰ろ。やっぱときめきなってなかったか。マジか、結構刺さってるんだけどな。年賀状はいつも通り、ことこちゃん。光大丈夫かな。なんか光爆発してわけじゃないよな。ことこちゃん行こうぜ。今度は断れんだろう。あら、突然ね。初詣。おし、来た。危ねえ。いつだっけ、花火大会断られたんか。あれはびっくりしたけどな。当たり前じゃないの。バッチリ似合ってるね。かわいいよ。これは前回と同じだな、ここら辺は。そういうの。はい。あら、おみく当たりの。てか、これで11人同時攻略しようとしたんだな。絶対無理だな。お、中吉か、いい感じな。あ、2年目は絶対大凶なんだ。これはもう決まってるんだな。おみくじ別に。なるほどな。このタワーは展望台から見える眺めが売りなんだよね。この街を見渡すのには。まあね。この街って思ったより広い。確かにな。広いのは隣の街も入れてるからだよ。いつもと違った気分がするね。
人間がアリみたいだよ。そうね、バッチリ印象だな。オッケー、そりゃそうだよな。大げさに言いたくない。おーい、来た、さすがタワーやな。しかしときめきでマックスならんな。あら、早かったね。やばい、服がまた変わったな。そう、ならよかった。また服変わったよ。ちょっと寒い気もする。これときめき度下がってんじゃない？なんか寒いわ。コントロールが効かないところだよ。おい、割といい印象。はあ、しまった。ていうか、やばくない？これまたバレンタインもらえんのじゃない？これヒカルも多分悪いぞ。なんか用なの？わあ、もう最悪やな。これ絶対下がってんじゃん。これまた最初からか？いや、バレンタイン。まだ前か。ときめき度マックス一回なったじゃん。うわやっべえ、俺すげえ、うわもらえやったし、マジかよ。セーブしたし、マジかよ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録をお願いします。コメントも待ってるんで今後もよろしくお願いします。じゃあねー。